はい、どうも皆さん、こんにちは。ユージャック代表の佐藤です。本日私はユージャック睦沢オートキャンプ場の方に来ております。はい、そんなわけで多分久々のキャンプ場開拓っていう感じになると思うんですけれども、今ねこちらユージャック睦沢オートキャンプ場なんですけれども、まあ大体2年前ぐらいからずっとね開拓をやり続けてきて、この間ねエアストリームサイト、まあこの辺にちょっと動画を貼っておこうかなというふうに思うんですが、こちらのサイトの方が完成しまして、いよいよもって大体完成度が 50% ぐらいになってきたかなというような感じでございます。はい、現状は上側のメインサイトと、あとは下側のオートサイト、あとはソロディオサイト、エアストリームサイト、あとは最近できたバイク専用サイトっていうのが2サイトほどできてるんですけども、そのサイトの感じでずっと運営をしてきたんですが、ちょうどね完成度 50% になったということで、今日からまた新規一点、残りの 50% を限りなく 100% に近づけていくキャンプ場開拓やっていきたいなというふうに思います。まあ具体的にはですね、この 50% の完成度で大体のそのキャンプ場の完成図がまあ決まってきたかなというようなタイミングでございます。残りの 50% に関してはどちらかというとキャンプ場を収益化に向けた開拓、まあ改良ですね、まあ約2年間この 50% ぐらいの状態で運営をしてきた中で、まあもっとこんなことをやったら多分収益化改善するんじゃないかなとか、もうちょっと美観が上がっていくんじゃないかとか、まあそういったところのね改良を主にやっていこうかなというふうに考えておりまして、本日何をやるのかと言いますと、はい、ここですね。今ちょっとメインサイトの中に車をズドンと入れてるんですけども、ちょうど今この車があるあたりって、もうね、傾斜してるんですよね。非常に傾斜がしてます。で一応サイト番号で言うと、この辺が14番、15番サイトだったかな。メインサイトがまあいっぱいいっぱいの時のデイキャンプ向けサイトですね。つまり傾斜地になってしまってまして、まあ正直宿泊するには、この傾斜はね、あまりよろしくないよということで、まあかねてよりここに盛り土をしてしまうか、はたまた施策削り取ってですね、平らなサイトをとどめも設置して平らなサイトにするかどうかっていうのをずっと迷ってきてたんですけれども、最終的にまあどちらもやらないというね、選択肢を取ろうかと考えております。っていうのも、まあこの傾斜をそのまま活かしつつ、ここの上にはウッドデッキ、組んでいこうかなというふうに考えております。で現状ユージャック睦沢オートキャンプ場に手ぶらでキャンププランっていうね、うちの道具をフルでレンタルしてキャンプをしていただくっていうね、そういうプランがあるんですけども、例えば今日みたいな暑い日、もしくは連日雨が続く日みたいな時って、あんまりねこうテントの出し入れをするっていうのはよろしくないと。でこちらの手ぶらプランを結構ご利用いただくお客様が最近増えてきておりましてですね、でこれ準備に結構実は手間がかかるんですよ。はい、であとはテントを結構長い時間ですね張っておくことっていうのもありまして、まあ地面がねこういう芝生の地面とかに直接張ってしまうよりも、まあテントの傷み具合とかそういったものを考慮すると、やっぱりですね地面は最低限ウッドデッキがあればよりテントがまあ長持ちしますよということも踏まえてですね、こちらの傾斜している場所に関してはウッドデッキね、今回組んでいこうかなというふうに考えております。まあ何もねこんな暑い時期にやらなくてもいいんじゃないのかなというふうには思うんですけども、ただいまのこちらキャンプ場の気温が34度ということなんですが、まあ実は隣町ね今日車運転しながら車外温度計、車の温度計をねずっと見てきてたんですけど、茂原の方とか44度ありましたからね。はい、もう睦沢に入った瞬間に35度ぐらいまで下がって、その気温差約9度10度ぐらいあるよってことで、同じ千葉県でもこんなに温度違うんだと。まあ十分35度でも暑くて、もっと避暑地とかだったらね、30度下回るぐらいの地域もあるのかなというふうには思うんですが、まあいずれにしてもですね、暑さ対策しっかりやりながら作業を行っていきたいなというふうに思います。あとは今回のキャンプ場開拓第2弾としては、主にこのメインサイトをですね、まあ一部をねオートサイトを区切りにしたりとか、あとは炊事棟脇ですね、ここも将来的にはグランピングサイトにするとかですね、まあいろいろと計画自体はあるので、まあそのあたりねやっていきたいなと。あと備品増えてきたから、そろそろねもう一棟ぐらい倉庫を作りたいなっていう感じではあるんですけど、まあおおむねね計画としてはそんな感じになってくるのかなというふうに思います。それじゃあ今日はですね、ウッドデッキサイトの基礎作りの方からやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。スタート。はい、34度ですね。マジです。ちょっとめちゃくちゃ暑いんですけど、やるしかないんで、やります。出たくないな。よいしょ。うわー、あっち。
はい、ちょっとあまりにも暑すぎるんで、今ポータブルエアコンですね、室内外で別々になってるタイプのエアコンを車の中に入れておきました。はい、なんかこんな感じで車エンジンかけときゃいいじゃないですかって思うじゃないですか。でもね、あのエンジンかけとくとね、こんな大きいなんか鉢みたいなサイズのアブが大量に寄ってきたんで、あの排気ガスとかに反応してね、はい、なのでこれだったらアブの心配ないんで、ちょいちょい車の中で休憩しながら作業やっていきます。はい、で今回ちょっと用意した部材がこちらでございます。すげえ散らかってますけど、とりあえず基礎工事用にピンコロですね、羽子板付きのピンコロを24個ほど、いつもあまり作んないんですけど、事前に、はい、こんな感じの図面をですね、簡単に作ってみましたので、これに従って、材料を調達しながらやっていきます。まだ木の板っ端とかは購入してないんですけど、とりあえず基礎だけでも数日かかりそうなんで、とりあえずピンコロをね、乗っけていくという感じですね。で設置していく場所はちょうどこの14番サイトのこの端っこのところから、作業をやっていこうかなっていうふうに思うんですけど、ウッドデッキの塚柱ですね、まあ、塚石があって塚柱が乗っかってるって感じなんですけど、この塚柱に関しては基礎を地面の中に埋めない方向性で作業していこうかなと思います。つまりはこのまあピンコロですね、ピンコロの平面を出した上で、まあ、そこにピンコロを設置して、その上に塚柱を立てていくというような感じで作業を行っていきます。とりあえず寸法としてはちょうどベローズテントが収まりそうな長さが 6m50 幅が 4m っていう感じの比較的大きなね、ウッドデッキになります。まあ、このウッドショックの時代にウッドデッキを組むっていうのも変な話なんですが、まあ、ある材料を使うとですね、かなりウッドデッキのコスト圧縮できそうだったんで、試しにね、やっていきたいと思います。まずはどんな感じでウッドデッキを設営するのかっていう寸法出しの方からやっていきます。はい、大体こんな感じですね。4箇所四隅出しましたんで、今度は今ちょっと草が伸びちゃってるんで、面をしっかり確認するためにまず一旦この辺を0ミリで草刈りしちゃいます。はい、そんなわけで草刈りが完了しました。ちょっとミステリーサークルみたいになってますけども、大体これで、4×6 ぐらいの長方形のスペースができた感じですね。0ミリで草刈りしてるんで、ほぼ地肌がこんな感じで見えてるぐらいですね。はい、今からちょっと水平を出しながらピンコロを並べていって、で並べた後かな、並べる前かな、どっちかな、まあ、ウッドデッキの下ね、まあ、日が当たりにくいんで草は生えにくいにしても、やっぱり隙間から太陽は入ってしまいますんで、まあ、雑草がね生えてくる可能性があります。なのでよいしょ、こちらでございます。ウィードガードということで、防草シートですね、はい、草が生えなくなるようなシートを事前にここに敷いてしまって、その上に、ピンコロの方がいいのかな、どっちかな、ちょっと考えます。じゃあとりあえず防草シート敷きの方からやっていきます。はい、まあ大体こんな感じですね。こんな感じで敷いていきます。やっぱり6メートル50センチでぴったりね埋めることにしました。はい、そしたら次にこちらね、固体用のピンを打っていきたいと思います。これ防草シート用の専用のピンがホームセンターとかで売ってますね。今回ちょっと何本使うかは試算してないので、とりあえず100本購入しておきました。はい、こういうやつですね。で裾側がちょっと広がっちゃってるんで、打ち込むときは少しキュッとこうねして打ち込みます。そうしないとシートが引っ張られちゃって綺麗にいかなくなるんで、ちょっと握った状態で打ち込んでいけます。とりあえず仮止めですね。そしたら2列目3列目っていう感じで、だいたい10センチ15センチぐらい重ねながら貼っていきます。はい、作業が終わりました。もうね GoPro 使えないな。
バッテリーがすぐオーバーヒートしちゃってね、つい始めて速攻オーバーヒートして全然4秒しかタイムラプス回ってなかったですね。普段だったらカメラちょいちょい確認しながら作業するんですけど、こうも暑いとそんな余裕もないんで、終わってから気がつきました。はい、こんな感じです。すごい頑張って張ったんですけど、タイムラプスたったの4秒しかないんでね、ちょっと作業のイメージが湧かなかったと思います。とりあえずこうね貼っていきまして、まあ、最後にこうピンを打っただけっていう感じなんですけども、これでちょうど今6メートル、縦が6メーター50センチ、そして幅が4メートルっていう感じで防走シートを敷いてみました。で、いい感じですね。はい、これね、あと防水性って言って、仮にここの上に雨が降ってもそのまま突き抜けてね、下にちゃんと水が流れるような、そういう感じのシートになってます。まあ、防走シートにも実はいろいろと種類があって、主にはグレードですね。はい、まあ、耐候年数、耐用年数っていったところが、このシートは実は6年のものを使用していて、一番安いものだとだいたい4年とか3年とか4年ぐらいかな。で、一番いいものになってくると15年ぐらいになってくるんですけど、まあ実際この上にウッドデッキ敷きますんでね、そこまでの、ガチな耐用年数はなくても大丈夫なのかなというところで、6年の耐用年数のものを、うわ、目がしみる、虫除けスプレーがすげえしみる。この後ですね、実際にピンコロを並べていきまして、水平出しをしていくわけなんですけども、どうしようかな。まあモルタルですね、セメントも買ってきてますので、セメントモルタルを練りながら、下に敷いてですね、角度水平を出しながらやっていくと。で、向かってここから奥に行くにつれて傾斜がかかってますんでね、今回その傾斜を考慮したウッドデッキ製作を行います。それで、まあ、実際にね、ウッドデッキをこう作っていくための工法ですね、ウッドデッキを作るための工法っていうのは主だって、2種類ぐらいありまして、一つが大引き工法って言われている一般的なウッドデッキの工法です。まあ、大きいウッドデッキとかを使用する場合は主に大引き工法っていうのが使われまして、例えば今回のこの6メートル×4メートルぐらいの、まあ、比較的大きなウッドデッキに関しては大引きの工法の方がおそらくはいいと思いますが、ここね、あの水平ではなくやっぱり傾斜がついてしまっているので、もう一つの工法で今回は作っていきます。それが何かというと、サンドイッチ工法って言われるものです。まあ、ウッドデッキのデッキ材ですね、まあ、床があるんですけども、その下に構成されるパーツとして根太っていうパーツがあります。そのパーツが、まあ、塚柱をですね、こう挟むような形、サンドイッチするような形で構築されておりますので、まあ、サンドイッチ工法というふうに言われるわけなんですけれども、まあ、今回ね、その傾斜があるので塚柱をですね、ある程度の長さに切り出しておいて、最終的にその根太ですね、根太の部分でサンドイッチにしながらその傾斜を調整していくと。で、サンドイッチ工法の方がですね、最終的にその水平出し、平面の水平出しを行う上では、サンドイッチ工法の方が傾斜を吸収しやすいという特性があるので、今回はね、傾斜値なんで、そちらのね、サンドイッチ工法で作っていきたいなというふうに思います。とりあえずね、ピンコロ並べてみましょうか。はい、そんなわけで今ピンコロを並べてみました。だいぶ日が沈んで涼しくなってきましたね。そしたらこれからこのピンコロたちのレベル出しをやっていくわけなんですけれども、水糸ですね、貼っていきます。なんかピンコロの羽子板もなんかね、微妙にこう歪んでたりとかしてるのも結構混じってて、まっすぐ取れなさそうなんで、はい、こちらユージャックのハンマーランタンスタンド、これを四隅に立てて主軸にしていきたいなと思います。まあ、つまり杭ですね。まあ、ランタンスタンドなんですけど、こういうね、使い方もできますね。あと今ちょっと調べてたんですけど、このね、まあ、防走シートの上に直接モルタルなんていうのを練って、で、このピンコロの水平ね、角度を調整しようかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、あんまりね、おすすめはされてないみたいですね。この防走シートの上に直接モルタルを乗っけたりみたいなことっていうのは。なんでかっていうと、やっぱり地面がですね、ふかふかしちゃってるので、まあ、ゆくゆく、地面が緩くなってきてしまって、こうね、基礎石が浮いちゃったりとか、そういった状況になってくる可能性があるよっていうことなんですけども、まあ、実際のところはそんな大層なもんではないですし、将来的には現状回復が必要な場所にもなってきてしまうので、今回はコストと手間を抑えた、まあ、ウッドデッキということでやっていきたいと思います。まあ、これを見てね、真似されるかどうかっていうのはご自身の判断と責任でね、やっていただきたいなと思います。じゃあ水に立っていきます。ちょうど四隅の斜めに位置する場所でやっていきます。
そしたらこちらの水糸ですね、巻きつけていきます。レベル出しにはこちらですね、以前購入しておいたブラック&デッカーのレーザー墨出し機っていうやつです。これでレーザーを飛ばしながら水平を見ていきます。とりあえず、はい、ここに並んでいるピンコロたちの位置をね、整列させることが最初の目的になりますね。ダメですね、このブラック&デッカーのやつだと非常に簡易的すぎて、正直全然レーザーが飛んでませんので、真夜中に確認すればできるのかもしれないんですが、さすがにちょっとチープすぎました。はい、なのでちょっとプロ仕様のレーザー積み出し機をちゃんと購入してから、この作業を改めてやり直したいと思います。で、明日ね、木材を購入して作業を進めていくという段取りになっているので、とりあえずこの後の作業に関してはレーザー積み出し機を入れ替えた後にね、やりたいなというふうに思います。ちょっと弱すぎるね。あとは360度タイプで真ん中に置いて、本当は四隅一気に一発で決められるようにした方が良さそうなんで、その方向でちょっと調整をしていきたいと思います。というわけで、とりあえず次回の作業までスキップ。はい、そんなわけで明くる日でございます。あれから1週間ぐらい時間がかかっておりますが、材料の方を調達しておりますので、とりあえずね、土台を作っていく前にこちら木材、買ってきておりますので、こちらの塗装などっていうのを先立ってやっていきたいなというふうに思います。と言いますのも、はい、今回ね、デッキ材として使用するこちらの板材なんですが、まあホームセンターで比較的安く売られている杉の足場板っていうね、まあ足場材を買ってきております。で、これって足場材っていうのがもともとね、生木としてホームセンターで取り扱っている材木になっておりまして、まあ安い分ですね、まあ乾燥していなかったり、あとこういう感じでね、まあ表面が相当ザラついていたりっていう感じで、まあ実際結構ね、デッキ材としてはあまりね、適さない材料ではあるんですけれども、まあこのウッドショックの時代、まあコスパ最優先でですね、ウッドデッキ作ってみたいなというふうに思っておりますので、どこまでできるのかというのを今回ね、調達した材料でやっていきたいなというふうに思います。あとは値段に使用する部分で、これもね、少しコストカットしてますね。これが1本あたり1580円のタルキですね。実際値段になってくると1本あたり2400円ぐらいになってきてて、まあ、プラス1000円ぐらいで、まあ、もうちょっとね、幅が本来はあるぐらいの木になってくるんですけど、まあ、今回本数がそこそこあるので、まあ、このタルキでどこまでの強度が出るのかっていうのもちょっとね、試してみたいところではありますね。あとは幕板、飾り板としてですね、こちらのハフ板を最後つけていって、まあ、そこに見えている柱は細かくカットしてですね、柱にしていくというような感じで、まあ、材料はたったのこれだけでございますが、まあ、個人的に一番不安な点はこちらの値段になってくる、まあ、タルキなんですけれども、こちらがだいぶ細いなというような印象でございますので、この辺がね、最終的にどうなってくるのかっていうのが一番気になるところでございます。まあ、ひとまずね、こちらのデッキ材等と、まあ、相当な数の木材ありますので、今日一日はこちらの塗装で終わってしまいそうな感じがしますけれども、塗装等々はかなり地味な部分でございますので、サクサクっと飛ばしながら進めていってしまいたいと思います。この羊自体が遠征してきてる、遠征の範囲が広すぎる。頑張って桜のキックを落としとるよ。こんな高さ上がなくたっていっぱいあるじゃん、いくらでも。危ないわって言っちゃうと僕でもね、羊だな。なんかこのままだと車道にまで遠征し始める可能性があるからさ、ちょっとこの赤で追い返しとくか。
そんなわけで作業が終わりました。朝の5時前ぐらいから作業を始めて、ただいまの時刻12時、大体7時間ぐらいね、作業していたわけなんですけれども。はい、こちらでございますね。デッキ材、一応買ってきたものはすべて、告知も含めてですね、塗料塗っておきました。塗料に関しては、一応余ってたキシラデコールと、あとはスーパーウッドステインっていうね、まあ、キシラデコールとほぼ同等な感じのやつっていうところで、まあ、コスト的にはね、半額ぐらいかな、もうちょっと安いかもしれないぐらい、まあ、キシラデって実際かなり高いんですけど、スーパーウッドステインだと、まあ、コスト半分ぐらいで同等性能を発揮するということで、試しに塗ってみた感じ、まあ、ほぼ違いは素人目に見て感じられないですね。まあ、ここに、これから基礎工事を行いまして、こちら今度切りながら、ウッドデッキを組んでいくというような作業になっていきます。ここまでで一旦下準備が終わった感じになりますので、ここから実際に今見えているこの部分にですね、基礎工事で入っていく感じですかね。今見えている使い師たちの平行というか水平を出してあげて、で、その形にまあモルタルを塗り重ねていくというような感じで、もう今日はね、さすがにちょっと暑いんで、またこの作業はまた別の日に今度モルタル練りから作業を始めていくという感じですね。今日本当はそこまでやろうと思ったんですけど、思いのほかやっぱりウッドデッキのデッキ材のね、塗装作業の方にすごい労力がかかってしまったので、その作業はまた次回やっていきたいと思います。そんなわけでまた基礎工事の日までスキップ。はい、おはようございます。ただいまの時刻4時半ということで、ちょうど睦沢の日の出時間が4時半でございますので、涼しいですね。早朝の作業が今の時期は一番快適でございます。それでは続きを早速やっていきます。はい、新しい道具ですね、購入いたしました。これ何かと言いますと、よいしょ、新しいレーザー墨出し機ですね。実はこちら中古でございまして、新品で買うとだいたい10万から15万の間ぐらいの金額がしてしまうものなんですが、結構ね、格安で手に入れました。外用のこういうね、レーザー重工機もセットになっておりまして、だいぶね、お安く手に入れることができました。この間使ったやつだと、もうちょっとね、外では全然買い物にならない感じだったんで、これだとすごいね、いい感じにレーザーが出てくれます。これ今地面にこういう感じでレーザーが出てると思うんですけど、はい、まあ、縦横ですね。実際横側のビームもね、出せます。こういう感じで、しかも全周に出せますね。はい、全周ですね。あとはこの下側のポイントも出てますので、直角も出せるということで、カラーやストリームのところまでしっかりとレーザー光線見えてますね。これね、野外モードも実はね、搭載してるんで、野外モードだとこれか、大体ね、40メートルぐらい光線飛ぶみたいですし、まあ、日中明るい時でも重光器を使えば見れるという優れものでございます。これを使って基礎石の位置とかね、あと水糸の高さとかね、そういうのをもろもろ合わせて作業をやっていきたいと思います。おお、素晴らしいですね。はっきりと線が見えますね、目視で。あっちの方とかも見えんのかな。あっちの方も見えますね。とか、こんなに高かったんだね。あ、だいぶ高さありますね。高さあるわ。あー、大丈夫かな。もうちょっと柱足さなきゃいけないかな。想像してたより結構ここ傾斜がきついみたいなんで、結構ね、ウッドデッキの高さがこのぐらい、私の膝の高さぐらいまでせり上がってきそうな感じですね。そうするとちょっと今回買ってきた柱だけだと柱が不足する可能性あるんで、まあ、ちょっと作業やりながらね、見ていきたいと思います。はい、そんなわけで今貼ってみました。本当かこれ、すごい高さだな。いや、でも確かに遠目で見るとちゃんと水平っていう感じですね。 GoPro で見てるとちょっと湾曲して見えちゃってるかもしれないんですけど、もう実際これが水平か。まあこれにちょっと合わせる形で塚柱をね、立てていくという感じで作業を進めていきます。まあその前にまずピンコロの固定ですね。はい、ただいまの時刻5時半なんですけれども、早くも太陽がもう昇ってきております。これほどまでに太陽が憎い経験というのも初めてですね。
はい、そんなわけでこれからモルタルを練っていくわけなんですけども、またしても新たな道具ゲットいたしました。こちらでございます。ほい、今すごいバラバラの状態なんですけど、ついに雄尺テネリを卒業させていただくことになります。はい、こちら何かというと、まあ、混ぜ太郎って言って、あのコンクリートを練るためのね、機械でございますね。しかも電動、はい、これモーターですね。こいつ、まあ、この時、まあ、バラバラの状態できちゃってるんで、なるべく太陽が高く昇る前にこちらの機械、組み立ててしまいたいと思います。はい、そんなわけで思ったよりも組み立てが大変だったんですけれども、1時間ぐらいかけて無事に完成いたしました。今回購入したのは、50リットルタイプのものになりますので、まあ、そこそこの大きさがありますね。実際このモデルよりも下に1バリエーションで、上にもう1バリエーションあって、これより大きいのだと75リットルタイプみたいなのもあったと思うんですが、まあ、結構な存在感ですね。はい、まあ、とりあえずこれを使って、混ぜ混ぜしていきたいなというふうに思います。で、今日もね、あのモルタル練っていくんですけど、まあ、そんなガチな仕事というわけでもないんで、本来川砂使うところですが、山砂でね、代用していきたいと思います。耐久性はね、通常のモルタルよりも劣ってきてしまうと思いますが、まあいいでしょう。はい、そんなわけで準備が整いました。もうだいぶ太陽が昇ってきましたんで、今ワンタッチタープテントを張って作業スペースに日陰を作っておきました。どうせなら外用エアコンも持ってくればよかったなって今ちょっとね後悔してます。とりあえず今からモルタルを練っていくんですけど、モルタルの分量が確か砂が3にセメントが1で、まあ、水がその時の状況によって変えていくって感じで入れていくんで、まあ、このバケツで計量しながら早速入れていきたいと思います。本当にこんなんで混ざんのかな。からめりも必要かな。ちょっとね、あんまり山砂の状態が良くないんですけど、まあ気にしない方向性でやっていきます。雑草の根っことかがすごい入っちゃってるんですよね。まあしばらく置きっぱなしにしてるんでしょうがないんですけど、もう杉菜とかすごいやばいっすね。なるべく取り除ける範囲で根っこは取り除きます。そうしましたら水を入れる前にお楽しみの時間ですね。まずはから練りやっていきたいと思います。から練り、まあ、正直バケツがこれ15リットルなのか10リットルなのか分かんないんですけど、まあ、4杯ぐらい入れてこれ50リットル容量なんで練れるはずなんですけど、早速試してみたいと思います。スタート。おーおー、回ってる。から練りできてる。これもうちょっと角度変えてみましょうか。意外とゴリゴリうるせえな。いいのかもしれない。これでもう一回スタート。よいしょ、いい感じですね。混ざってきてますね。もうちょい傾けたらどうなるかやってみましょうか。結構横向いてますけど、それでもう一回いきます。おお、いい感じ。あ、こっちの方がいいですね。混ざってますね。ちょっとしばらくから練りしてから少しずつ水を投入してモルタルを仕上げていきます。はい、水が入るとだいぶ苦しそうですね。はい、今ちょっとモルタルを固めに練ってみたんですけど、こんな塩梅ですね。どうだろう。あ、いいんじゃないかなこれで。じゃあちょっと船に開けてみましょうか、試しに。おお、すげえ。感動ですね、これは。
今まで手練りしてたのがバカらしくなるぐらいね、楽ですね。はい、ただ結構100ボルト電源のもんなんで、やっぱりちょっと少し苦しそうな感じしてるのと、あと水ゆっくり注いでいかないと結構バッチャンバッチャンで、ね、前から出てくる感じだったんで、ちょっと出来上がったモルタルを、乗っけていきます。まあ、端端でね、可動の方から角角で、モルタルを乗っけて一箇所ずつ決めていきたいと思います。今回はサンドイッチ工法で作っていくんで、あまり緻密に合わせなくても最終的にネタで合わせることができるというね感じになってます。包装シートの上に直接乗っけるっていうところがちょっと嫌な感じですけど、まあ、あちょっと柔らかかったかな、少し柔らかい、次はもうちょい固めにしよう。事件が起きました。まずね、温度が高すぎます。気温が高すぎます。作業不可能です。もう作業続行不可能です。あとね、これ今急ぎなんとか処置したんですけど、めちゃめちゃ固まっちゃう。多分これ熱すぎるせいで、もうモルタルがねちょっと止めてるだけですぐ固まっちゃって、もう作業にならんですね。いやーもうダメだ。いやー今の時期作業するのは不可能ですね。分かっちゃいたけど、とりあえず洗います。そんなわけで完全に今回はね撃沈してしまいました。暑さにやられてしまったというね、状況でございます。もう真夏のこの時期は絶対に作業しちゃあかんですね。はい、結局ね4時半に起きてやって、今だいたい時刻12時ぐらいなんですけど、暑いせいでね休憩の頻度も多いんで全然作業がやっぱり進まないんですよね。なんか集中して作業ができないんで、なんかやっつけ仕事感がちょっと出てきちゃって、仕事自体も雑になってきちゃったりとかするんで、いやちょっと一旦ウッドデッキ作りに関しては保留ですね。というかまあ一応作業自体は継続するんですけど、最大の問題はね暑さもそうなんですけど、実はこのカメラを回しながら作業をするっていうのがね、実は作業負荷的にはものすごいね、大変なんです。カメラ自体もしょっちゅうオーバーヒートしちゃって、その度にバッテリー入れ替えたりとか、外部電源で接続しようもんなら一瞬でオーバーヒートしちゃうんで、つどつどバッテリー交換しながらやるんですけど、冒頭の動画みたいにですね、気づいたらオーバーヒートで動画が止まっちゃってて、まあその分ね同じ作業を2回繰り返して映像を残すみたいなことをしなきゃいけなくなっちゃったりとかして、なんかね、いよいよそんなことをやってると本当に熱中症になっちゃってぶっ倒れちゃうんじゃねえかなっていうちょっと不安もあるんで、まあ、今回のちょっとウッドデッキに関しては、まあ、コツコツですね、ちょっとカメラを回さず、まあ写真なんかを撮りながら、まあ、その様子をね SNS とかに公開していこうかなっていうふうに考えてます。で、同じ感じのウッドデッキをあと2箇所ですね、作っていかなきゃいけないっていうこともあるんで、まあ、そっちの方をちゃんとね、動画撮って、まあ、秋とか涼しくなってから、作業しようかなっていうふうに思います。なので一旦このウッドデッキに関してはちょっとまあお蔵入りにするというような形になりますので、何卒、ご容赦いただければなというふうに思います。まあ、空調服着ながらね作業してるんですけど、それでもねもう全然水分補給とかも追いつかない状況なんで、いやもうさすがにね
今回は、リタイアさせていただきたいと思います。はい、そんな感じで本日の動画は以上となります。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだお済みでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、その場で通知設定もオンにしておいてください。あと合わせましてこちらですね、ほい、ツイッター、インスタグラム、ユージャクの公式 LINE やっておりますので、こちらもフォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さっきからね、ずっとこうやって足冷やしてるんですけど、かなり気持ちいいですね。ようやく少し回復してきました。もう靴もびちゃびちゃにしてクールダウンしておきます。あともうあれですね、本当に使う分だけ 1,2 箇所分ぐらいだけずつ少しずつこねて作ってやっていかないと、今の時期はもう速攻固まっちゃって作業にならないですね。今結局現状ってこういう状況で、値段をね少しこう入れたりとかしてみて、この90度の直角出すのがね、思いのほかちょっと難しい。で、まあ下シート敷いてあるんで、これがまあ綺麗に長方形になってるかといえば、実は意外とそうもなってなかったりしてですね、まあ墨出し器等々を使って今一生懸命ね試行錯誤しながら頑張っているところなんですけど、いやもうちょっと無理っすね。